そして2014年5月、韓国最大のソウルに。冷凍食品のままですので、デザート。で、ソースの認知度。赤がテレビ、緑がネット。注目しました。一つ目は。非常に緊張するんですけれども、おそらく今まで発表したグループの中で一番この2ヶ月調査して考え抜いたグループだと思うので、あとは発表するだけだと思ってますので、結果担当者の職務定着率が向上、色を変えデザインを豊富にすることで折りたたんだ際の傘をおしゃれにデザインしようと考えました。頑張ってください。そこで私たちは先ほど説明した有効性、卓越性、楽しみという3つの価値を顧客に伝えるために、あなたの食卓に新たな楽しみを、料理の幅が広がります。特にアンケート調査のところなんかでは、これだけの短期間にすごいサンプル数の数を取っていただいて、本当に緻密な、統計解析を行っていただいたというのが本当にびっくりしましたし、それを論理的に導いていただいているところがすごく、私たちも新しい気づきを得ることができて、本当に事業の実際の事業のためになる、プレゼンテーションやったなというのが、率直に感じました。私たちは今回目標としていたことは、ここに私たちは、私たちの提案がこの企画に参加してよかった、企画を考えてくださってありがとうございましたという結果ではなく、神戸サウナ様が私たちの実プラン、考えたプランを実現してくれることを目的に、私たちは日々活動してまいりました。関西大学大変だったこと、はい、ショースの その問題点を見出してから、その問題点を解決して、その問題解決したにあしてから、私たちのターゲットの20代30代の主婦にどうやって、ショースの価値を伝えていくかっていうのがもうすごく大変でした。お願いいたします。さあ、以上をもちまして、 M ラボ課題解決ラボ発表会、すべてのプログラムを終了とさせていただきます。皆様本当にお疲れ様でした。